ワイズマート西火災店、株式会社、ワイズマートは、千葉県を営業基盤とするスーパーマーケット、ワイスマートを運営する企業である。旧社名は、吉野物産株式会社。東京都江戸川区で1969年5月1日に、資本金200万円で、ボーリング場経営並びに不動産仲介業を、目的として、吉野物産株式会社を設立したのが始まりである。 1975年1月に本店を千葉県浦安市に移転させ、食品中心のスーパーマーケットに進出した。1991年に種類販売に進出し、ワイズリカーとして店舗展開した。1993年2月から同年12月にかけて全店舗での生鮮食品の販売をテナントから直営に切り替えた。2001年6月に株式会社、 ワイズマートへ、社名変更した。かつては、本社が所在する千葉県浦安市、近辺の市川市、船橋市、千葉市などのほか東京地区では、江戸川区、足立区など、主に上等、下町地域を中心に中小型店を、ドミナント出店してきた。具体的には、広域証券の大型店を作るよりも、 少々売券の小型店を駅前中心 1km から 2km 圏に出店する駅前による遅くまで開いている便利なスーパーを出店戦略としている。出店店舗全店の一覧、詳細情報は公式サイト、お近くの店舗を参照。千葉県東京都、ありがとうございます。